続いての演奏は金沢雅之さんです。曲目はアントワーヌ・メイソニエール作曲シチリアーナ、永田哲夫作曲前奏曲雨。メイソニエールは1783年にフランスで生まれた作曲家兼ギタリストです。シチリアーナとは緩やかな8分の6拍子または8分の12拍子で作曲され、ためらいがちにも多様と曲奏と普天リズムが特徴的な舞曲です。永田哲夫は昭和の初期から中期にかけて活躍した音楽家で、おたまじゃくしはカエルの子の作詞者としても有名です。この曲は彼の数少ないギターの曲の一つで、お寺の屋根から滴り落ちる雨の雫を思わせる5拍子で書かれた日本情緒豊かな曲です。